ミノブ調律家中学校は山梨県南駒郡ミノブ町とこ派にかつて存在した公立中学校である。太平洋戦争以前はとこ派地区にはもともとミノブ調律家部小学校があり、1886年に設立、1908年に五条が丘に移転指向者が設置された。戦後、学生改革によってとこ派地区に中学校の設置が必要となり、 1947年に、下部小学校グラウンドを挟んで、向かい側に中学校が設置された。設立当時、旧下部町域のマジリ中学校は、クナト地区に、クナト中学校、古籍地区に、古籍中学校があり、トコ地区のみでは、子供の人口は少なかったことからグラウンドと、体育館、プールは小学校と中学校で共用されていた。 下部長は2004年の平成の大合併により、美野部長と中富町と合併し美野部長となった。しかし下部中学校は1学年の人数が1桁と、少子化速化が止まらない状況となり、美野部長内のほか小中学校も同様であったことから、2012年に小中学校統合計画、後期計画が策定された。これにより美野部長内の中学校は1校にまとめる。 ことが決定し、下部中学校は2016年3月をもって、並行となり、下部中学校に通学していた生徒は、翌月より、スクールバスを利用して、旧美野部長域にある美野部町立美野部中学校へ、通学するようになった。下部小学校も2017年3月に閉校となり、児童は、翌月より、旧美野部長域にある美野部町立下山小学校へ、通学している。 下部中学校並行記念碑中学校及び小学校が廃校した後も施設は解体されず、地域住民がグラウンドや体育館を利用している。2018年よりテレビアニメの放送が開始されたゆるキャンにて舞台となるモトス高校が下部中学校、小学校の場所にあるという設定で作品に関連したイベントがグラウンドで実施されている。これに合わせて、 中学校卒業者を中心とした住民により、五条が、岡活性化推進協議会が設立され、先日のイベントの協力や、最寄り駅の海徳古駅から、元巣高校までの順路標識を設置するなど協力を行っている。2020年1月より、同作品のテレビドラマ化が決定すると、下部中学校の廃校者がロケ地として使用され、作品内の図書室や、 野外活動サークルの物質を再現の上撮影が行われた。2020年2月のイベント時は校舎が開放され、図書室と野外活動サークル物質の見学も可能となっている。2021年4月放送のテレビドラマ第2期主題歌であるロングマンのハローユースミュージックビデオでも9カ部中学校、小学校がロケ地として用いられている。ありがとうございます。